みんな夏は好きかイエーイ、夏は好きかイエーイ、ビールは好きかイエーイ。まだ早い、まだ早い。夢のコラボジャンバリ夏祭り大量 2VS 恋恋マハロ 30MC のジュジュです。よろしくお願いします。よっよっ本日は夏祭りということで浴衣できちゃいました。番組アシスタントラバーズ A の松並銀子です。よろしくお願いします。はい、今回はジャンバリ真夏のファン感謝祭ということで、一般ユーザーの皆さんとジャンバリライターが一緒に盛り上がれるお祭り企画ということで、事前に応募していただきましたユーザー20名の皆さんです。油断してた、油断してた、油断してた。みんな夏は好きかー、イエーイ、聞こえてない。夏は好きかー、バツロー好きかー、ビールは好きかー。よし分かってる、分かってるわ。みんな帰っていいですか、ないない、紹介してよ、こっちも。今回はというわけで、今回はジャンバリライターゲンさん、そして外国人スロッタートムという実践人を迎えまして、それぞれユーザーの皆さんには2チームに分かれていただきまして、対戦していただこうということになっております。はい、はい、私ゲンチームは大量2ですね。はい、はい、こっちトムチームは恋恋マハロ30で実践します。はい、今回はユーザーとライターが一丸となって勝利とビールを目指す企画となっているんですが、詳しいルールの方をご紹介いたします。はい、制限時間は2時間、大量2チームのゲンさん、恋恋マハロ30チームのトムに分かれて実践。ビッグを引くたびに引いたチームに生中1杯をプレゼント。ソフトドリンク、その他アルコールも用意してますので、お好きに飲んでください。最終的に飲み干したジョッキの数が多いチームの勝利。勝利チーム全員にみんなのジャグラーオリジナルクオカードをプレゼントさせていただきます。イエーイ、カラカラ。では意気込みの方を聞いていこうと思いますが、まずは大量2チームリーダーのゲンさん。いやいや、もう楽しみでしょうがないですね、これね。楽しみ、とりあえず。だってパツローってビールが飲めるって思ってないですか。ね、まあ、そうですね、こんなことあります。しかもね、ユーザーの皆さんと一緒に、うん、そうですよ。まあ、それ期待と不安が入り混じってる感じよね、これね。不安が、そうそうそう、ちょっと今喋ってるから、ちょっとチーム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 仲良くな。そうですよ、なんで、まあ、皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思います。はい、はい、まあ、ビッグを当てないとダメですからね、ビール飲もう。そうですね、それ言わなあかんかったね、忘れてた。簡単に出てたのに忘れてた、ね、そう、はい、レギュラーボーナスだった場合は何もなしというふうになってます、うん、そうです、はい、で続いて恋恋マハロ30チームのリーダートム。いや、もうリーダーだけには、はい、みんながこう追いつかないぐらい飲むよ。え、なんで追いつかないぐらい飲みますよ。ビッグバンバン引いて20杯ぐらいいけます。ちょっときつそうや。多分タイムラグはある感じですよね、結構ね。タイムラグあるっていうか、多分、ま、ちょっとマイクついてないんちゃうかな。マイクついてない。20杯いけますか。もう任しといてください。無理やりじゃね。で、会場にお集まりの皆さんも一緒に今みたいに盛り上げてくださいね。それではこの後実践スタートです。よし、はい、もうつながってますか。はい、皆さん準備の方は大丈夫ですか。大丈夫でーす。大量じゃー、大量じゃー。こっちか。ケンさん怖いな、なんか負けた、負けました。あ、盛り上がってきました。それでは改めまして、はい、実践スタート。よっしゃー、ビール飲みたいよ。視聴者の皆さん、お待たせしましたね。長いこと準備中、そのまままるっと放送してくださ当たるよ、はい。まずは僕の方から基本的な機種情報を簡単に説明させていただきます。おっと、見てよ、バカよ、空気読んでよ。大丈夫よ、はい、とりあえず、トムの方が恋恋マハロ30。いいっすか、ちょっと打つなよ、はい、待てよ。いいよ別に、いいっすよ、待ってよ。とりあえず、アゲハランプ点滅で、これでもうボーナスは今決まってます。皆さんビール飲みたいっすか。
みんなビールは飲みたいかって。イエーイ。じゃあ、いくよ。OK。おおおおおおおこのデメはリプレイ。このデメはリプレイ。このデメはリプレイ。イエーイ。ビールだ。早けた。早すぎる。はい、生。いいなというわけで、ビッグボーナスを聞いた恋恋マハラトムチームには生ビールをいただきます。全員に1杯ずつ。はい、見て、やっぱあの機種紹介させてもらっていいですか。いいっすよ機種紹介。あのせっかくなんで今ね、恋恋マハロ30の方から説明させていただきたいと思います。光と音で30杯市場に新風を巻き起こしたマハロ30の後継機で、設定6のビッグ確率は222分の1、ボーナスガッツは137分の1と当たりやすく、またメダル50枚あたりに回せるペースも137ゲームと遊びやすいスペックになっております。さあ、盤面上部の今光ったやつですね、アゲハランプが輝けば、ボーナス確定という完全告知の順A タイプで、先告知1/8、後告知1/8となっています。さらに前作で搭載されていた業界初となる告知音の発生を選べるなるなるモードと、新モードも継承しておりますといったところで、もう早速ね、キュインという音とともに、トムがビッグの方を早々と見てみろ。これ A タイプの打ち方ですよ。さあ、そうこうしてる間に、まあ、もうね、スタッフも大慌てですよ。こんなに早く当たってもらったから急ぎビールを用意してる。もう急いでもらわないと。早くしてもらえますか。そう、飲みたいよ、熱いわ。慌てて用意しすぎてね、あのジョッキの半分ぐらいが泡になってる。あかん、怒れますよ。これ生もっとうまいこと注いだらいいのにね。さあ、トムどう？いやもう、だっていや当たり、さっきね、スタッフとみんなで、うん、俺1ゲーム目しますよっていう話してて、まあ1ゲームじゃないけど、3ゲームぐらいでしょ、うん、もう、正有言実行でしたっけ。やると俺だからまたもう1回1ゲーム目チャンス来ますよ。それやっちゃうともうゲンさん映らねえよ。ゲンさん頑張って。おい、どっちのチーム、ゲンちゃんこっちも応援して。うん、え。あ、さあはい、今これでビッグボーナスが終了したところで、トムチームにビールが生で1杯か。いいなぁ。乾杯。いいな。私も飲みたい。うまい。めちゃくちゃうまい。こんな番組見たことねえよ俺。私も見たことない。さあ一方、大量通現チーム、ちょっとこれチャンスだ。もう喉乾いてると思うよ。見守るだけになっちゃった。見守るだけ。これはゲンさん、ほら頑張って。大量機が来てますよ今。チャンス？これどうする？これね、中押ししたら、はい、ここにね、赤なら狙うと、はい、上段でテンパると二角なんですよね。お？なんでこれはあえて外してみようかなと。あ、なるほど、わからないようにね。いきますよ。お？あー、惜しい。勝った。ゲンさん、やったー。ヤジが飛んでる。ヤジ飛んでるめっちゃヤジ、意外と気持ちいいねこれね。M？ ド M？ ド M かもしれない。おー、ちょっと。おー、危ない。ほらほら、行くで。いや、からまだね、レギュラーかもしれんよ。おかしいぞ、これ。さあ、とりあえずビッグなのかどうか。いや、これはレギュラーでしょ。おお。マジだ。多分50ゲームも回してないんじゃないかな。さよならゲンさん、さようなら。すごい。チームに誰もいなくなる。今ね、ビールがみんなにね、渡ったばっかりなんで、まだ飲み干せてないんですよ。なので、そういう場合にのために、すぐ飲まなくてもいいように、ジョッキ引き換え券っていうのを皆さんにお渡し、今してるね、はい、してるので、慌てて飲まなくても、飲み終わった後に、またビール注いでくれますよっていう券をお渡ししてます。はい。ね、一気飲みはダメからね、危ないから。さあ、今ね、もうこんな感じで、もうすでにトムがビッグ2回当ててちゃったので、消化してる間にな、ゲンさん頑張って引こう。あの、これ、もう今これを参考にどっちのチームが勝つかっていうのを予想して、今画面下部にある、どっちのチームかにね、アドレスに勝利チーム予想して、みんな予想してね、はい、
応募してくれればみんなのジャグラー特製クオカードが当たりますよと。今多分トムにトムチームにめっちゃ応募来てるじゃん。だって A タイプといえば僕でしょ。そう初耳。なんでやねん。初耳。なんでやねん。さあ源さんチャンス。源さんチャンス。これ外したら寒いよ。もう源さん。引っ張るからダメですよ。あなんかね、トムチームの方に、なんと、バーベキュー。いいなぁ。俺も2個欲しい。いいなぁ。いいね、いい仕事してるでしょ。でも食べたい。いやでもね、俺らよりね、沈んでるのがね。そうだな。原産チーム。原産チームがね、食べちゃった。横にいて切ねえわ俺。いやいやちょっと我慢したぐらいの方が美味しいって。なんでやねん。お仕事の後のビールが美味しいでしょ。お仕事の後ね。早く早く源さん。いやこれが早すぎるんすよ。すいません、2杯目行ってもらっていいですか。おかしいおかしい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。何が待ってんの。待つ。え、止まって。じゃあ俺またね。待つ。待つから源さん早く。今日酒飲んでんの。もうすでに飲んでます。私も待っとるよ源さん。ビッグ当ててないのに。聞いてるか。私待っとるよ。あれ、天気予報が繋がってない。これもしかしたら。あら、タイム。レインボーじゃないの。これめでたいも出てます。めでたい。あ、めでたい役も出てます。これ出てきた大チャンスで、しかも当たったらビッグなんですよ。はい、おということは、わっ、よーしゃー。やったー。お待たせしました。これ落ちたら。レギュラーコール。トムチームからレギュラーコールか。聞こえてないの。たちめでたいが、めでたいが出てるんでビッグなんですよ。だから僕はこれ共通フラグなんですけど、タイの方を狙いたいと思います。ビッグは赤七揃いとタイ揃い、はい、リプレイ、ね、どっちも、成立してれば揃える。いきますよ。はい、カラこうやってる間にも差広げられちゃうからね。そういうことですよ。そういうこと、そういうこと。さあ、まあ、とはいえ、大量2、現チームにもついにビッグが来て、生チーム一杯が渡されると。私にも。そうや、銀ちゃんにもついに。私は、お待ちください。いいね、いいね。一丸となってるね。っていう間にじゃあ俺は大量2の説明させていただこうかな。その間に当てちゃうよ。はい、大量2はですね、4号機で人気を博した、大量の後継機であり、北電子初となる多数の役物を搭載した役物パズルの第1弾。役物が織りなす子役告知演出などの演出総数は数百パターンも搭載。スペックはボーナスと子役の同時当選を搭載した準 A タイプで、先告知、後告知、そして次ゲームベッド時の告知の3タイプの告知タイミングがありますというふうになっております。いいね、いいね、いいね、いいね。あ、やばい、楽しくなってきた、うん、楽しくなってきたね。汗めっちゃかいたけどね。さすが。とはいえ、両チームにね、いい笑顔ですね。両チームにね、ビッグが来てます。両チームに今生が配られております、うん。もう早い人だと、トムチームもう剣使って2杯目いってる人もね。もう剣使いたいです。トムさんも剣使うの。使いたいですよ。コメント全然見てなかった。見ましょう、コメント見ましょう。パチパチパチってのもあったけど、コメント見ましょう。いやもう超展開すぎてね。一緒に手振ってって言ってたから。ゆうさん一緒に手振ってって言ってた。やっとね、触れた。ごめんね。見てる人も一緒に飲めばいいと思う。一緒に飲ましょう。ゆうさんの皆さんもね、まあちゃんとね、青年の方はさ、源さんがビッグ消化し終わって、そうですね、でここで、はい、大量2はですね、5ゲーム以内に
ビッグを引くとですね、はい、このボーナス5、初代大量の BGM が聴けるとちょっと待っていうことなんで、はい、チャレンジしたいと思います。さあ、そういった間にゲンさんにもビールが行きましたか？お、ありがとうございます。さあ、じゃあ、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、ゲンチームもビールの方、あ、まだか、ごめんねまだまだか、やっぱ1チーム11杯継がなきゃいけない、11杯ゲンちゃんは行き渡った4 5軒目あー無理か行き渡ってるじゃあゲンさん、はい、あのビールは行き渡ったようなので、はい、乾杯の温度をお願いします。 OK です。それでは行きますか満を持して乾杯あ、いいね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 、見たことね、俺こんなやつら見たことねうまいさあ、これでまあ、トムチームビッグ2回、ゲンチームビッグ1回、うん、この辺予想してね、視聴者の皆さんも、みんなのジャグラー特製クオカードをゲットするために応募の方もどしどしお願いしますよと。私も飲んでいい？いいよ。あれトマトジュースは？乾杯。乾杯。トマトジュースだな。後から、次から。飲みすぎたら太るで。じゃあどうか。ゲンさん応援しとったのに。ゲンちゃんこっちに乗り込んできて。こっちチーム。トムチーム。愛を持って言うてる。何がゴールデンナワやねんっつって。こっちこっち。ゴールデンナワそう。僕何ですか。生もナワも相手は愛してますから。何言ってんの。よくわかんないです。何言ってんの。日本語でオッケー。危ない。日本語でオッケー。日本語でオッケー。もう寄ったかもしれない。コメントで俺の、多分これ俺のことだよな。生じゃねえじゃんって聞いてるけど、ね。なんでやねん生やねん。おしゃれウィアウィだよこれ。これまたなんだ。検査かけね。ダメ。ちょっと待って。そうやって落ち着いて。まだビッグかレグかわかんないそろそろレグなかもしれへんやろ。落ち着いて落ち着いて、おビッグゴール来てるよ。危ない。レグラ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 、あっしゃ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 、すいません。落ち込むドムチーム、ごめんちゃーい。チーム許してください、すいませんね。そして私に全然ノーリアクションじゃない。そう言ってねえね。ノーリアクション。トムがごめんねって言ってる。おっと。オッケー、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 オッケー。おお。新学？ゲン。ちょ。入れちゃう。半分だけ見えてるゲンさんのドヤ顔。これはね、ちょっとね、まあ揃えられるんですよ。揃えられるんやけど、これは外して。行きましょうか。早くして。お。ゲン。いいね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 。え、ゲンさんこれは？これはどうかな。中押ししてこうなってるんで。もう？でしかもこの上にバーがあるんですよね。これでレギュラーだったら3ですよ。つまりゆえの、あ、これはあのリプレイですか。あ、そうか。これ役物で、はい、この色で話してるんですね。あ、これ背景伏せた。いきますよ。さあ、まあこれはあ、さあこれで両チームとも、あ、これお肉来た。ゲンチームにもバーベキューがいいな。え、いいな。こっちはこっちはすいません。こっちはこっちはお腹空いたんだけど待てないよ。ピーマン、ピーマン、チン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 。いや、わかんねえ。さあ、これで、原産チームにもあの引き換え券がおそらく渡されてると思います。タオル巻きおっちゃんに負けてあかんで。大量大量、これはやばいですね。さあ、トムチームの圧倒的にリードかと思いきや、これで並んだと。当てたか。おぉいくで。いや、これすごいな。さあ、ビッグかレギュラーか。よいしょ。いやこれすごいよ。ほら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 、一撃千倍ぐらい出てるの。これ出てるよ。楽勝。ゆっくりなんだよ、ゆっくり。見かけそうまだって。見かけそうはまだかな。大量2の図柄にイカはあるけどね、プレイで。見かけそう。一応ですね、コイコイマハロ
く方は、6だとボーナスが137分の1なので結構当たる、ね、この連チャンしますよ。もちろんビッグの方が当たりやすいと。で大量2は、ガス弾が 143.7 分の1だけどやっぱビッグが当たりやすいっていうことですね。もうどっちも当たりやすいんですよ。あと剣もくださいで、ビッグの方が当たりやすいっていうね。あ、お肉来た。マジで忍びねえな。かたじけねえな。夢の企画ですよこれ。シーハーがねえな。夢の企画です。本当にシーハーがねえな。シーハーがねえな。シーハー欲しいな。熱いね。盛り上がってきたね。あれ、ゲンさんの方がぼやけてるよ。涙で前が見えなくなって。人参あるけど。お、ゲンさんボケた。なんで泣いてんの。まだ泣くには早いでしょ。さあ、互いのチームはね、ビール片手に応援しながらバーベキュー。カメラ酔いましたね。私らは渡せないけどバーベキュー。今どんなか、どんな感じになってんの。これ盛り上がってる。めっちゃ盛り上がってる。バーベキュー。こんな方がいいんやけど。はい。そっちに。ごめんね、ゲンさん、盛り上がりすぎて。なんかめっちゃなんかあっち盛り上がってる。盛り上がってる。盛り上がりすぎて。めっちゃ盛り上がったよ。なんかめっちゃ盛り上がってるで。盛り上がってる。いいじゃん。っていうか、そっちなんかめっちゃオードブルとかいろいろあるよね。ある。ちょっと寂しくなってきたけどね。寂しくね、向こうの方が盛り上がってますね。そう、今日は、ゲンさんとトムだけじゃなくて、ユーザーのみんなも含めて、みんなが主役だから、うん、向こう、こっちも盛り上がっちゃうよ。いや、暑いわ。暑い。この可愛いっていうコメントは誰に対してのと。シジュさんじゃない。俺俺もうビールがね、次々行ってるわ。ゲンさんチームビール待ってる人おるな。待ってるな。ちょっとするなんでおにぎりなんて。おにぎり美味しいだろ。おにぎり美味しいよね。ビールに炭水化物はなしだって感じけど、ダメなの、まあ、確かにな。お茶漬けとかあるやんね。あー、うまいわ。タオル。いや、俺汗びっしょりやで。俺も汗びっしょり。俺ね、もうね、俺上半身裸になってもいいぐらい熱いです。いただきます。人参はいらん。ね、ここやめちゃくちゃ暑い。さすが夏暑い。人参は、うん、てかパチスロやっぱ暑い。パチスロ暑い。これ毎週やる。うん、毎週やりたい。毎週やりたい。毎週やりましょう。本当にこれ夢の企画ですよ、マジで。そんなん言ったらほんまにやっちゃうで。いいよ、やりましょうよ。やりましょうよ。やるたんびに今見てる人もここに来れるかもしれないから。いいぞ、いいぞ。いい企画だよ。そうですね、一応今回は抽選でね、うん、そう、抽選で幸運なね、20人の人がジャパンファーが。すげえ、もう飲み干したジョッキがもう山のように。僕ね、あ、僕もビール。僕もビールください。ケンさんもビール欲しいって。ジョッキ1回券。いや本当にね、今回もね、はい、この企画、本当に多数の応募がありまして、残念ながら応募に抽選に外れてしまった方ね。ありがとうございます皆さん。次回もあればぜひとも応募の方よろしくお願いします。お願いします。ね、見てる方は、うん、ビール飲みながら見てくれてるのかな。どう、見てる人はビール飲みながら見てくれてるのかな。ね、教えてお願い。ハートマーク教えてゼリー食ってるって。ゼリー食ってるっておもろいやん。人参食べたら飲んでるっていう人多いよ。お疲れさん。金曜日ですからね。金曜日はね、お疲れの一杯美味しいよね。レアレア、コーラ飲みながら見てるって。あ、それもいいよ。すごいすごい。センス抜群。コーラ調子。センス抜群。コーラ同時挑戦。コーラ同時挑戦。もうラピュタとかいいからさ。ラピュタを録画してる私も。みんなこれカレーもいい。あ、来そうな気がするな。なんだよね、これカレーもらおうや、原産チームから。何もなかったんよ。うまいんだけどね、そのまま素材の味が生きてる。うまいんだけどね、うん、なんかあったっけん。ピーマン食べたいし。取りこぼした。うんうんうん。トムさんでも取りこぼすんじゃ。取りこぼすよ。あのね、こういう A タイプはやっぱりね、そんなに気にしないんです。あんま気にしない、うん、取りこぼしていいですよ、正直ね。ジャグラーはもう適当押しでいいですよ。チェリーこぼしていいですよ。楽しく打てば大丈夫っていう。銀ちゃんやっぱ A タイプ打った方がいいんじゃない。 A タイプすごい打つで、みんなのジャグラーとか大好きよ。センスあるね、うん、そうだよ。
コメントで白7狙ってって来てる。あーいいよ多分ね、あの一角ドカーンか見たいんじゃない。いやあるよ。あーじゃあそうしましょうか、うん、白7中段ドカーンね。ドカーンだからあの音が鳴る時あるんですよね。そうそう、あのプレミアム演出がいっぱいあるんですよね。めっちゃあるよね、ありすぎて出し切れないと思いますよ。調べてますよ。コイコイマハロ30はね、プレミアム告知パターンが全36パターン、前作から4、36パターン、前作から4パターン増えてます。ただね、僕白7狙うちょっと舐め入りしますよ多分。それはそれでありじゃあり。あり？あり？え、ジュジュは舐め、あ、もうやめよう。それちょっと危険なところかと思うんですか。ちょっとこれやっぱジュジュにしといたからね、大丈夫ですよ。ジュジュに振るのが一番危険やからね。超危険ですよ。生はいろいろ危険ですよ。危険っすか。ダメ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 。俺のチームだ。どうしたどうした。テンション上がっちゃった。何なんですか何なんですか。ちなみにあの痛風大丈夫ってコメント来てるよね。来てた。大丈夫大丈夫。あとね、源さん、はいはい、早く釣ってって来とったよ。早く釣って、あ、なるほど、大量だけに、うん、大量だけに早く釣ってって来とった。いや、結構釣ってると思うんだよ、これ。そう、すいません、僕、剣使います。トム何杯目？3杯目。あ、俺ビール取った。3杯目すごいな。え、もう焦っちゃったら、トム、ビッグ何回あった？あ、ありがとうございました。3回、3回3回？あ、じゃあ今、3対2だね。うんうんうん、これがいいっすよね。ねえ、もうね、美味しくてしゃあないですよ。美味しいわ。今度飲むねって。飲むよ。早いな飲むの。マジで。あね、あのビールも、あ、もうやめよう、その味も。その味もやめよう。いやいいよ。これでもちょっと僕ハマり中ですよ、僕の中では。かわいそうじゃない？お肉あげてこようか、源さんら。あ、ありがとうございます。いただきまーす。早め。お肉くれちゃう？あ、お肉は欲しいです。やろう。こんなの音。ピョンピョンピョン。今の音はごめん、ビールがマイクに当たりました。お肉持ってたあげようか。ハープニング、ハープニング、ハープニングじゃないでしょ。わあ、みんな心配してるのか驚いてるのか分かんないけど、トムペース速くねって。いや、僕ね、プロですから。私はプロ、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 ね、もうイギリス人はね、飲みますよ、言っとくけど。ふーん、うん、ふーんって、ふーんってか。ふったんね、まあいいや。いいや。エゲンス人は昼間からビール飲んでる。そう、いや、ほんとね、イギリスとかオーストラリアは昼からビール飲んでる。なんかドイツはなんか昼間で仕事終わって、午後からビール飲んでるってイメージあるんやけど。いや、ほんとそういう通りです。あの、ヨーロッパはやっぱり昼の、なんていうかな、バー。うん。いや、すごい人いますよ。おー。やっぱスポーツで大体昼からやってるじゃないですか、野球とか。まあイギリスはサッカーですけど、だからやっぱ昼からビール飲むケースがやっぱり多いんですよ。え、みんな暇なん？暇っすよ。さあさあ、ここでね、まあリーダーって今、完全に俺な、そっち騒いでるわと思って、そっち振り返って、あ、俺かと思って。レギュラー、トムチームから湧き上がるレギュラーコール、ビッグコールいらないの、ビッグコール。レギュラー、どうでしょうね。レギュラー、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 レギュラー。これで3対3並びましたね。いやー、盛り上がるね。さあ、これで3対3。まあ、ビッグの確率の方が高いですからね。そうですね、しかもよく当たるんで大量2は。さあ、そう言ってる間に、金ちゃんが何すんの、それ何しよう。どうしたん。あ、まさか。あらら、ご褒美痛いんですよ。なんだろう、中かな。ご褒美、ご褒美、お父さんご褒美持ってきたよ。あ、いいね。お父さん、お父さん、娘よ。お父さん、娘よ。お父さん、お父さん、お父さん、親子なんや。お父さん、あ、美味しいお肉持ってきましたね。お父さん、びっくりだから。ゴールデンラバーコンビ。
優しい？いいんですか？あいいですか？コメントあるないですか？大丈夫ですか？コメントね、特にね。なあ。うまい。目がトロンとしてる。最高。え、俺もくれんの？ゲンさん、ありがとう。漁師見てってコメント来た。あんま声入ってないから、今まで触れなかったけど。いいか、いいか、ちょっとこんな普通でいいの？大丈夫？はい、どうぞ。お、落ちないよ、大丈夫これ。あれ、これ魔王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 ていうかさ、あり帰ろおい、そんな俺ね、肉のところじゃないっすよ。ビッグ当てるんで必死っすよ。はいはい、ゲンさんの関節になっちゃったよ。え、僕たちは橋、今特に言う橋兄弟だったね。橋兄弟、橋兄弟、関節キスがちょっとね、なんかなんていうか絆が深めましたね。敵同士なのに、コメントでおめでとうって。これね、これ1日、これね、僕の人生の中で一番美味しい肉です。さあさあ、そんなね、盛り上がってきた状況ですが、進行があるんです。進行が盛り上がってきたところで、銀ちゃんがね、何やらマイクを用意してるんでね、おそらくユーザーの皆さんたちに会いに行くんじゃないかなって。働くね。働くよ。アシスタントですから。なるほど。はい。大丈夫？レポーターとか、レポーターとか大丈夫？マイクの音。レポートって意味わかる？大丈夫？レポートって意味わかる？わかんねえみたいです。見とって。銀ちゃん頑張って。誰にしようかな。映ったよ、銀ちゃんレポート。銀ちゃんレポート、どっちにしようかな。レポートがよくわからない、銀ちゃんレポート。わかるよ。決めた。お、決めた決めた。どっち？アトムチーム。え、どっち？うん、原産チーム。原産チーム、この人に決めた。この人決めた。どこから来ましたか？京都です。京都、京都、京都、京都。出身は岡山。あ、出身岡山だって。あら、銀ちゃん同居、岡山じゃけんね。岡山じゃけん。なんか遠くからありがとうございます。どうしたらいい？彼氏もっと出たやだ。もしかして彼氏？次、女終わり終わり。次、女の人にする。どこから来ましたか？愛知県です。愛知県、愛知県、あれだな、味噌カツでしょ。おい、あれ問題あるぞ。味噌カツ、あれ、クビにしろ、クビに。遠くからありがとうございます。他にもする？あ、じゃあ全然会話膨らめへんやん。終わり、次にしようか。いいじゃん、それでいいじゃん。それでいいじゃん。ちょっと見てる人、ごめんね。現場に過ぎて。ごめんね。ビールがなくなっちゃうよ。まあでも、コメントではいっぱい草生えてるわ。あ、わらわらってやつか。ごめんなさい。じゃあもっといろいろ聞こう思ったんだけど、隙間があったらもう一回刺して。でも、リベンジ希望ね。うん、でも方便かわいい。リベンジしたい。方言真似して。俺はレポートしねえよ。俺がする。もう一回刺して。出るの大変だし、ダメ入りしたいな。さあ、この打ち方やったら、そうだ、パチロイってるよ。ちょっと忘れてたわ。これだってもうスローよ。お、ゲンさんチャンス。今みたいにね、押すな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 、ほら。役物でね、雲の役物で今子役ナビをしてたんですけどね。なんでも悪いでしょう。大量通は子役重複があるんですよね、ゲンさん。まあ、むしろ子役重複が、はい、メインですね。あ、メインで。そうそうそう、このワカメと人手が来たらチャンスという感じですね。はいはい、どっちの方が熱いんでしたっけ？一応ワカメの方が熱いはずです。はい、あ、そうですね、ワカメの方が。そうですね。で、一応まあこのリプレイと
舞台っていうんですかね。舞台ですね。こちらの方でも一応重複はしてるみたいですね、はい、あとさらに一番役もあるんですよ、存在するんですよ。で、はい、その一番役が来た場合はあのビッグボーナス確定ですね。一番役ちゃんと取れんの？一番役取れないと思うんですけど、あの見抜くことはできますね、中押しすれば。みんなね、見てる人はあの結構最近変則押し好きな人多いからね。いや本当ね、やっぱりね、まあこの正直マハローもすごいシンプルに見えると思うんですけど、うん、やっぱりねこのまあ逆押しとか中押しとかするといろいろこう出目があるんですよ実は。なるほどなるほど。いやだから逆押しすると別格の、要は広告止まれば別格ですよとかいろいろあるんですよね。なるほど。それを楽しむポイントの一つです。楽しむポイントの一つです。多分楽しむポイント一つです。トム髪の毛くっしゃっちゃうね。いやごめんよ、あのごめん、俺ね、髪の毛くしゃくしゃやあのね、僕ね最近切ったんですけど、うん、落ち着いてないんですよまだ。切ったばっかりで、切ったばっかりで、あ、落ち着いてない、落ち着いてない。テンパ？いやあのいやあのすごいなんていうかな、もう寝起きが多いんですよ。寝起きっていうかそのまま。この話もういいか、何言ってるか分かんない、何言ってるか分かんないから。ちょっと銀ちゃんこれ使っていい？銀ちゃんおかわり、銀ちゃんおかわり使ってもいいか？おかわり、うん、おかわり大丈夫ですか？だってジュジュ太るで、大丈夫ですか？お父さんがはよ当ててくれてるのね。やめとき、やめとき。めちゃめちゃ飲んだビールが。これね、ごめんが夢の企画ですよ。見てる人はまあまあどう思ってるか分かんないですけど、僕らは、ちょっと待って、俺2杯しか飲んでないよね。飲んでないですよね。飲んでないね。あ、今ね、うん、質問があったんで、まあおさらいしますけども、今互いに両チームビッグ3回ずつですよね。そうです、はい、3回ずつ。その俺のあの多分引き換え券が来てないんですよ。あ、もうじゃあ次の、あっていうかまだ残ってるじゃん。3杯飲んでないのに券もらってない。そう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 、券もらってないです。まあ別にいいですけどね。よし、てかすいませんけど肉もらっていいですか？もうちょい。トムが肉欲しいって。僕肉欲しいです。肉欲しいとか言ったらあの子来るで。え、ゆりちゃん大丈夫？もう食べたもん全部。ゆりさんの食べたもん。優しくしときや。俺さっきトムとかにあげてた箸。うん、返しちゃう。それはね、そこはちゃんとしてる。今度は多分箸じゃなくて違うもので映してくると思うんですよ多分。はい、見てる皆さん、大事なお知らせ。視聴者予想企画募集締め切りまであと30分らしいです。で今、トムがビッグ3のレギュラー1、ゲイさんがビッグ3回、絶対こっちっすよ。これ当たるで。ただおさらいしますけど、あのビッグボーナスをいっぱい当てた方が勝ちとか、ビッグをいっぱい当てた方が勝ちとかじゃなくて、あのビッグ1回ごとに渡されるジョッキを飲み干した数が多い方が勝ちです。なるほど。今はどうなんですか、ね、我がチームはどうなんですか？我がチームは、我がチーム飲んでる？我がチーム飲み干してる？おい、盛り上がってるかい？パッツのが好きか？ゲインが好きか？優しい、みんな優しいな。優しい。一応遅れてのイエーやりました。ちょっと お二人お知らせだよ。勝ってるのはトムチームだって。おい、なんで？ああ、そっか。開けたジョッキが多いのは現状今トムチームだって。いやでも、あまあゆっくり飲んで、ゆっくり。ああ、大丈夫。一気はしないで。ゆっくりよ。いろいろ問題あるからね。てかもうね、正直僕ね、ビールが欲しいから当てないともらえないっていう。お、ちょっと大変な状況になりましたよ。でもね、トムチームも盛り上がれよってコメントが来てるから、やっぱトムが率先して盛り上げないといけない、ね。おい、俺のチームのみんな聞いてないのか？聞いてない、聞いてる、聞いてる、絶対聞いてる、聞いてるよ。盛り上げてちゃんと。トムファンが集まってるから。大丈夫大丈夫大丈夫。ショック。トムチーム元気かい？トムが呼べるよ。あんなんじゃ足りへんで、足りへんて。トムチーム元気かい？そんなもんかお前ら。いいっすね、いいっすね、それいいっすね。おっしゃ来たよ。トム、
はい、多分コメントで目がやばいって。じゃあこんなんで弱いのさ。そうだ、かっこいいんじゃね。あのね、僕ね、飲むとね、外人に変わっちゃうから気をつけてね。いや、飲んでなくても外人に変わっとるけども。すごいよな、なんかアパレルの看板みたい。マジで。おまん、なんか。マジでアパレルの看板。アパレルとかもう。アパレルの看板。もういい、もういい、もういいわ。なんですごく褒めたのに。ありがとう。まだね、よく言われるのはユニクロのなんか雑誌に出てきそうな人ですよって言われるんですよ。そりゃ言い過ぎや。わあ、どう自分のこと栄養に言い過ぎだと。それちょっと言い過ぎやな。雑誌に出てくるとかめっちゃええやん。俺もでもジャンパンに出てくるで。それはそうじゃない。ステマ来ました。これ怖いな。え、これ化けだったら皆さん怒りますか？ビッグビッグビッグやったらこれよ。ビッグやったらこれよ。みんな目押しミスかもしれない。させん、ほんとさせん、させんって、させん、させん、お、優しい。いや、でも、いやでもトム、半分ぐらい苦笑いやってね。怖い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 。出た出た、アパレルの看板。アパレルの看板出ました。分かってるな、やっぱりな。外国人やのに分かってるな、ほんまな。英語で OK。 英語で OK。 ゲンさんも頑張ってよ。 OKOK。 銀子どっちチームやねん。今日はいつにも増して銀ちゃんが応援してくれるね、ほんまね。銀ちゃん、銀ちゃん、こっちも応援したって。いや、トムのこと嫌い、トムのこと嫌いなんじゃ多分。え、だってリードしとるもん。聞いたよ今、リードしとるやな。多分ね、あの子ね、男前嫌いなんです多分。男前ってことじゃないですけど。男前嫌いなんです多分。銀ちゃんなんかね、男は騙されると思ってるから常にね、これ。俺のこと嫌いっすか？嫌いじゃないで。あ、よかった。うん、ちょっと今からコメント拾うから。軽く流されてるけど大丈夫大丈夫。これ、ね、大丈夫。人生一番の飛行機。悔しいわ。可能な限り拾うとは頑張ってんだけどね。コメントどうなんですか皆さん、盛り上がってますか？言ってるかって言われてるけど。いや全然言ってない。いっぱいじゃ弱って。いや私の話。3杯目ぐらい。違うかな。俺の話。俺の話。私。酔ってないよ。いっぱいじゃ酔わないよ。っていうかね、ちょっとバケレンはやばいね。ほら、ゲンさん、銀ちゃんの期待に応えてよってコメント来とるで。オーケーオーケー、任しとけよ、ほんま。まあ、頑張ったらじゃあ、あれっすね、また肉持ってきてくるんですよね。うん、肉持っていく。オーケー、わかりました。ビッグよ、ビッグ。ジュジュ、ジュジュ、ジュジュ。え、なに？ジュジュ、こっちの、ジュジュは俺のチームなん？いや、俺は俺のチーム。味方につけた。俺の、ジュジュ、俺のチームないやん。俺は俺の味方だよ。ごめん、誰の味方でもない。ジュジュ、ちゃんと後で、揉んであげるから。揉んで？揉んであげるから。俺揉まれるより揉むから好きだと思ったよ。こっちのチーム乗ったって、こっち。ゲンさんもジュジュさんも決め顔してってコメント。決め顔、うん、ドヤ顔ドヤ顔。よし、当てよ、この間に当てよ。ゲンさんから、はい、どう。お父さんいいよ、お父さんいいよ。ごめん、殴っていい？アパレルの看板。アパレルの看板。適当。適当。めっちゃ適当。決め顔じゃ、ドヤ顔か。して、トムさん、トムさん、俺、そうそうそう、うん、もう両方やっちゃえばいい、両方同時にドン、はい、せーの、ドン。ちょっと待って、もう無理。いやマジで、このコメントくれた人神、本当にこんなに面白いことない、本当に面白い。いやもうま、もうかっこよさではトム、面白さではゲン。面白い方が大阪人、大阪では上や。ゲンさん。でもゲンさん、ニコ生だから全国だもん。あ、そう、そうか。全世界ですよ。今日来てくれてる人が全世界。そうなんか。今日来てくれてる人も全国やからね。そう。いやいや、でも面白い人のモテるっていうね、統計が出てるらしいですよ。外国から見てる人いる。ちょっと待って、ゲンさんモテたいの？モテたい、モテたい。モテたい。もちろん、もちろん男の人ってモテたいですよ、そら。もう。じゃあ俺やっぱね、ビッグ当てないとモテないんですよね、これは。ああ確かにね、そういうことですよ。どうしよう、俺らのドヤ顔なんかないで。あ、チューチューと銀ちゃんのドヤ顔見たいです。何ドヤ顔って、さっきの。
やって金ちゃん。やったって。それ大丈夫、放送事故になるんちゃう。せーの。見えないっていう。目が出てた。僕ら見えないです。ジュジュさんじゃない。やだ。目の感覚がギュッと縮まった、ね。目が外した。縮まった。お、イケメンと来てる。イケメン。いや、わら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 。マジ抱いてくれる。わらわらわら。わら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 。いや、ちょっとね、これは僕、まずい展開になってきましたよ。あれ、そういえば、しばらく、まあ、レギュラー当たったけど。そう、レギュラー2回連続中なんですよ。これね、ビールもなくなっちゃったし。2回連続や。ビッグを当てないと、ジョッキをもらうことができない。そう、だからね、僕ね、大変です。さっきていうかこれあれなんですか、結構その、はい、音とかは伝わってるんですか、どうなんですか、ユーザーの皆さんに。あーそう、大変。まあまあそうっすね。えっえー、早くしろビッグはよって言ってるさ。ビッグはよ、ネット用語っすね、ネット用語。ちげえよ、なんでなおよ。ビエさん、わかるよその気持ち。ビッグはよってやつですね。で僕あのネット用語を常に思ってましたからね。ビッグはようやと思ってましたからね。はい、分かりにくい。いや、私は分かる、源さん。ビッグ早くって意味の。ビッグはどうなんよみたいなことやと思ってたら、実はビッグ早くってことやったんですよね、あれね。何歩頑張っても源さん伝わらん、それは。伝わらない、それ。伝わらん。そうか、残念。大丈夫、今多分みんながこの話からロムしてるからね。なるほど、なるほど、ロムしてる。ロムしてる。おいトムチーク向から早くしろ早くしろって。これね、もう絶対仕込んでるやろ、お前ら仕込んでるやろ。あれ、ゲンさん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 、めっちゃチカチカしてたよ、レバー音で。マジで、はい、もしかしてこれは、あら、なんで狙ったんだ。狙うんだよ、狙わんほうがいい。引っ張っとってよ、狙うほうがいい。なんで2角狙っちゃったんだ今の。いやいや、かっこよく決めたくなって。すいません。もう、あ、分かった、分かった。ちなみに、両チームとも設定6らしい。すごい、夢の設定6らしいです。だからビッグの確率がだいたい2、こっちでマハロで222分の1。そうですよ、僕の大量通で230分の1ぐらいだったっけな。 237.4 分の1です。あ、結構開きあるんやね。そうなんです、ね、まあ、実際結構開きがあるんやね。2回言うなくていいでしょ。不利、ゲンさんは不利だよっていう。あのね、ちょっと僕のチームからの応援がちょっと少ないから僕当てないんですよね。え、なんで僕の応援がちょっと。あまさかの。いや、でもいいよ、いいよ。まだ分からん、まだ分からん、まだ分かんない。これ多分1万円やと思いますよ、多分。おもしくは単独。子役がなかったから。子役なかったもん、だって。いきましょうか。ゲンさん、2角が見たい。見たい、見たい。超福亭、2角。贅沢、贅沢。贅沢、贅沢。ありがとうございます。ジラゲン。おお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 ゲンさん来てますよ、逆ゲーンって来てますよ、逆ゲーンって、逆ゲーン、逆ゲーンって。ごめん、ありがとう。パチパチ、あ、パチパチいっぱい来た。パチパチ弾幕来た。なるほど、逆転ね。さすげん、さすげんって来てますよ。さすげん、さすげん厳しくないそれ。ゲンダッシュ、あ、ともさん負けんなって言ってるよ。喉乾いてるし。喉乾いて、喉乾いたよ。そんなんみんなよ。私喉乾いた、私喉乾いてるけど、ゲンさん時計見んなよ。いや、もうそろそろええかなっていう感じ。あのね、あ、トムまずい、トムまずいよ、まずい。あのね、あのトムチームが盛り下がってる。あの、ごめんけど、僕のチームの人たち、うん、引き強い人いんのかな。え、え、あ、なるほど、トムの中に私引き強いよっていう人。なるほど、なるほど。僕ね、僕が、あ、いた、いるよ、いるよ、いてる、いるよ。ちょ
ょっとね、変わっていいですかね。変わっていいか。これね、ルール上で変わっていいですか。まあレギュラー2年やしね、変わりましょう。変わりたい。お願いします。変わりたい。じゃあぜひこっち来てください。ああ、この人ほんと強いです。なんで知ってんの。あのね、一回だけ隣同士で、うん、とある台打って、うん、めっちゃバンバン出てたんですよ。何度もかんとかの台なんですけど、それにもうこれ大丈夫ですよ。すぐ当たってくれるんですよ。プレッシャーかけてますから、ね、この企画、ユーザーの皆さんも、はい、じゃあぜひお願いします。受けるんです。さあ、トムチームがトムに代わり、イエーイ、日韓ユーザーの方、イエーイ。お名前は？あ、GB です。 GB さん、どこから来られたんですか？大阪から来ました。大阪の人。じゃあ今からトムチームは大阪の GB さんが、うん、こういうまだ30で頑張ります。ゴミックはしてもコメントで GB 頑張ってって来てるよ。いっぱい大阪魂見せるぞ。見せたれ。あいつバケレン2連して帰ってきただけ。リーダーじゃねえ。リーダーもいなかったんで。いいね、いいね。これね、多分ね、初よ。ジャンバリ初の試み。一般ユーザー対ジャンバリライター。うん、初。ゲンさん、ゲンさん。変われた。あれ、ゲンさん。なんすか？あの、ゲンさんチームからも変われ変われっていう人がいっぱいいる。え、今チャンスやのに。今変われ。そこを譲るのか。そう、そこを譲るのが。おつなんじゃないですか。オーケー、じゃあ俺の代わりに打ちたい人。引きが強い人聞こう。引きが強い人。ゲンさん選んで。ゲンさん選ぶっていうか見えないんですよね。こっち来て、こっち来て。見えないんすよね。こっち来ましょうか。こっちおいでよ。オーケーオーケー。ゲンさんが選んじゃえばいいのさ。面白い。じゃあこの間にね、視聴者の皆さんは勝利者予想、勝利チーム予想の方をね、さ、寄ってきちゃった。むか早くね。の方をね、どしどし。時間がないからね、早く。そう、もうほんま。もう本当、あのみんなのジャグラー特製コーナーで。お父さん帰ってきた。フリーズありますんで、大量も。ぜひぜひお願いします。トムチームさん、アルゼンコーラ持ってけや。これで両チームとも一般ユーザーが、フリーズフリーズ実践に。なんだこれって言わないで。なんだこれって言わないで。それぐらい何でもありなの。何でもありなの。みんな飲もう。あ、そう、飲もうぜみんな。何でもいいじゃん。飲もうぜ。飲もうぜ。ゆうさん酔ってんのかってコメント来てたで。まあまあかな。お前2回ぐらいで酔わんだ。あ、ちょっと取りこぼしたんじゃないの今。ゲンさんの分ですね、これ。ゲンさんの分。ゲンさんの分じゃな。じゃあゲンさんが悪いと。逆がね。結果としてゲンさんが悪い。いや、初打ちですね。コミケ行くの？コミックマーケット。あ、わからん。ゲンコのデコは超かわいい。超かわいい。やよ、やよ。絶対ミス。俺も、ラバーチで最近とっても好きなんですよ。広めにしといて。うん。
なんかね、評判あったよ。全然、うん、分かんないです。おっぱいでけえからあれ、みんなおっぱいでけえからな。俺があの漫画家さんにおっぱいでかめにしといてって言っといたの。違う違う、ほんまにあれみんなおっぱいでけえ。巨乳だからな。こら隠れ巨乳だからな。こらいや、矛盾ですよこれ。あ、言うそれぞれのチームはね、それぞれのリーダー的な酒飲みながら盛り上がってますが、ここで光らせよ。いやこれ、どっちもね、アテントはあれですね、申し訳ないです、ね、申し訳ない。そうちなみに、ちょっと待って、現チーム、今打ってるの、お名前は、はい、ヨネです。ヨネさん、ヨネザワなんで、はい。あ、ヨネザワ、ヨネザワから来たの。ヨネザワから来たの。ヨネちゃん、ヨネちゃん、ヨネさんって、はい、ヨネちゃんね、ヨネちゃんきっと推測、私より年下。推測や、推測推測ね、私より年下の気がするから頑張って。銀ちゃん20歳ですよね。気分は20歳だから頑張って。気分はね、20歳だから、うん。いや、早アテントやばいですね。ヨネちゃん頑張ってってコメント来てる。来た。大量2の今ダブル紫、結構チャンスやった。うん、なんか紫だった、うん。さあ、今見てる人もね、参加したかったっしょ、これね。次、次回ありますように。マジで本当に面白い。あるかな、これ。あるといいね。あるといいね。俺的には毎週やってもいいけど。私も毎週やりたい。いや、これそろそろアテンドやばいですね。どっちが言ってるのかな。マハロの人。名前は、名前は今喋ったんだっち。あ、ヨネちゃんっす。あ、ヨネちゃんね。ヨネちゃん、ヨネちゃん、ヨネちゃんフリーズよ。フリーズ、昨日鬼浜でフリーズ引いたんすよ。おーい。素晴らしい。夜の9時半ぐらいに。あ、ちょっと悲しい感じの。あ、すげえ、コメントで教えてくれた。累計1万超えたって。で、あと、あの、またこれ大事なお知らせ、うん、はい、勝利者予想チームの応募受付あと5分だしです。これ当たるよ、クオカードね。あの、どっちかが、どっちかが、いや、やばいっすね。やばいっすね。どっちかはやばいっすね、これマハロコメントしにくいんですけど覚えてくれるか。そろそろ見せ場的なやつが欲しいですね。どう、あのジャンバリドット TV とかでよく、見てくれてるでしょ、おそらく2人とも。あ、見てます、はい。で、なかなか打ちながらコメントするのってどう。いや、大変ですね。難しいでしょ。大変ですね。見直しました。難しいよね。しかも生放送だしね、しかも。A タイプ特にむずいですね。私なんか一言も喋らんかったよ、最初。あのね、ここで当てれるか当てれないかっていうのが、ね、スター性。やばいっすわ。持ってるか持ってないか。頑張って、2人とも。ちょっとやばいっすわ。ヨーネちゃんは、ほらほら、ヨーネちゃん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 。リーダーのゲンさんが一番ボーっとしてた。さあ、両チームから GB コールとヨネコールがゲームボーイとして、確かに大事だけど、これで光ったらいいんだけどね。ラップラーマジ当たるまで、当たるまで。そ, ね、そんなこと言ってるけど、ゲンさん一番ボーっとしてたでしょ、今。ほら、聞こえてねえもん、今。酔ってるよ、あの人。なんでよ。あの人酔ってるよ。おそらく、ゲンチームはビッグ4回引いてるんで、ゲンさん4杯目ぐらい行ってんちゃうかな。あー、そうか。トムチームは今、ビッグ3回ビッグ3回。トムさん、どこおるのってコメント来てたで。映って、映って。どうやったら映る。振りかけた。いいの、自分のチームここにこれがあるから怖いな。何も起こらないから、ね、厳しい。コメントじゃお願いします。はい、おしまい。以上。あのね、最低や。これから GB さんはちゃんとやってくれるから大丈夫。なるほど。あと15ゲームぐらい。うん、ヨネさんも大丈夫よ。いや、もういいんじゃない。ゲ急げ急げ。だからリーダーやから、リーダーやから、こういろいろ指示してあげんとダメなんだ。まあ、お願いします。ゲンさん、僕の分飲んでいただいて結構ですよ。あ、いいよ、来てるよ。TV さん頑張って。ヨネさんが僕の分飲んでくれて結構ですよ。ゲンさん飲みたそうなんで。いいっすか。めっちゃ飲んでるから、いいっすか。俺これやめるって言うじゃん。普通に視聴者もいるよな。オッケー、じゃあ
ヨタ、早く当ててよ。あなたが言う。いや、やばいっすね。早く当ててよ。それやばいっすね。これきついっすよ。いいな。壊れ来た。さあ、トムチームから壊れコールが巻き起こります。リーダー、リーダー座って。10秒前。9。あと10秒。あと10秒。4。これ当たるから。2。1。0。ごめんね。もうね、勝利者予想チームの応募受付終了です。今んとこゲンさんが言うて。で、ちなみにトムチームが、変われコールにより、変わるのかな？ GB さんから誰に変わるの？あ、待って、トムさん？まだトム？あ、次の引き手はトムが選ぶんだ。今ね、映ってないんですけど、トムが次打つ人誰にするのかな？じゃあ、誰にしましょうか？誰にしようかな？誰にしようかな？全然映ってねえな、うん、あ、映った映った。ミユにします。ミユにします。女性の方来ました。今日初の女性、愛知から私の女性の方です。ゲンさん、ゲンさん酔っ払ってんな。いや、いいですよ、大丈夫大丈夫、行きましょう。熱くなってきちゃった。熱くなってきちゃったな。ちょっとゲンさんやばいっすね。脱がんで。ゲンさんやばいっすね。これ、これやばいっすね。ヨネちゃん頑張らな。ヨネちゃんどう？ヨネちゃんどう？ちょっとやばいっすね。やばい。寂しいっすね。寂しい。俺寂しいっすね。レバーオンしかないっすね。すげーわかる。あっちまで行ったんですけど。あれ？あ、あれ？あれ？あれ？あのね、北レイさんの騎士はね、中押しすると中段チェリーに止まるんよ。あ、でも、すごい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 、私も見える。さあ、私もビッグ、ビッグ、ビッグあります？ビッグ、ビッグ。中押しでも中段チェリーはビッグな、おぉ、怖い。おぉ、素晴らしいよ、ほんと。いただきあるわ。いいのミスター、中田チェリーからのビッグ。うん、さあ、これで、ね、ゲンチームが5回目のビッグ。じゃあ、ヨネちゃんの分、私が。え？なんでなんで。なんでなんで。お父さん来たんじゃけど。いや、何も嫌がってるお前。お父さんないんだよ、私。お父さんないよ。ゴールデンナワーチームがやってきちゃってる。ヨネちゃんの分、ヨネちゃんの分飲もうかな。はい、行っちゃってください、ヨネちゃん。うん。それなんて言うか。レッドアイ。レッドアイにしてほしいって。でもゲスト何しに来たの？練習だって。めっちゃプレスやばいっすよね。プレッシャーが。さあさあ、ゲンチームヨネちゃんの活躍によりね、ビッグの方が来たんだけども、はい、トムチーム今打ってるのは何さんですか？ミュさんです。え？みゆさん、みゆ、はい、ちゃんね、はい、どこから来たんだっけ？愛知県です。愛知県、あ、はい、聞いてたね、さっきみそかつよ、みそかつしかみそかつ、みそかつ当たったんだよ、はい、当たらやばい、違う選手を送ると思うだよ。え、当てたの？当てたから、逆に選手も当たる、はい、あんまり続けるとしんどくなってくるんで。あ、逆に？そうそう、もう次の人に新人をリリーフ。そうですね、中継ぎ、引きが強い人にしよう。武勇伝聞こう、武勇伝。さあ、現チームが今交代するそうです。なんか逆によくわかんない理由で選ばれてる。バケがそろそろ見たいって言って。バケを。ゲンさん手しか映ってないけど。
来るんなら来て。じゃあ、現チームのヨネちゃん交代。交代。ヨネちゃん、いいとこ見せて。新しい風を吹きたいって。その間にね、マハロ、トムチームのミュウちゃんも頑張って。わからん。やばい。やばい。緊張する？ミュウさん頑張って。やばい、緊張してます。緊張してます。やばいです。緊張するよね。生放送だもんね、だって。すごい緊張してる。やばいよ。もう全然いけない。大丈夫。恥ずかしい。あ、すごいよ。コメント、ダガヤ打ちって出てるよ。何ダガヤ打ちって。ダガヤ打ちって何？スペースインベーダー。スペースインベーダーそうだよ、みたいな。あいつ、あいつ、名古屋打ちみたいな。当たらん。やばい。当たる、当たる。頑張って。おお、よし、そう言った間に銀ちゃんに何だってこれレッドアイ、レッドアイ俺初めてこれ知らねえで居酒屋で頼んで、なんだこれって思ってビール飲めれんのに、わめっちゃトマトの匂いするういいじゃねえよ美味しいのにな、美味しいのにな、美味しいのにな、何が美味しい、さあ大活躍の現チームヨネちゃんが帰ってきました、ヨネちゃんコーラ片手にで、ちなみに新しく現チームの打ち手になったのは誰さんかな？リューマンです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、元気だね、どこから来たの？どこから来たの？栃木ですね、地元は茨城です、U字工事の栃木、栃木って遠いの？栃木遠い？栃木遠いっすね、だいぶすごい、ありがとうございます、ごめんね、ごめんねのとこね、いや、これは楽しみで来ましたよ、すごい遠いんじゃ、飛行機？飛行機？飛行機に来たの？いや、帰りは飛行機で帰ります、すごいがん、すごいな、これね、飛行機すごいすごい、飛行機すごい、飛行機、俺はすごくないけど飛行機はすごいですね飛行機すごい、それどうなの、どっちがすごいの、飛行機、いや、じゃあ飛行機乗れるのがすごいな、あ、乗れるのがね、あんまり乗らんけん、あんまり乗らんけん、いいなと思って、乗らんけん、いいなと思って結構拾ってんの今ね、まあそれは現チームでしょ、今ね、ドームチームがビッグ3回さん呼んでる、さあ今結果どうなの、中間半、まあそれ聞くまでもなくてビッグ5回聞いてんだからごめんなさい、ドームチームがね、だから飲みたいのに飲めない状況みたいなすいません状況よね、今ハマってるの、トムチームだから今何個これ、あ、ほんまローハート2、シーローハート2、シーローハート30杯ジョッキが、あ、30杯プラスアルファ、完全に盛り上がってるよね、あっちゲンさん、なんで盛り上げに行こうとしたの、ちょっと生放送トラブルです、おい、行こう、どうなのこれ、ちょっと調子飲んだよ調子飲んだよ、パーツで当てたもん勝ちでしょこれ、当てたもん勝ちでしょこれ、違いますよ、ケイさん、え、飲んだもん勝ちです、飲んだもん、ああなるほど、なるほどね、飲んだもん勝ちです、いや多分そろそろこっちに移りたいと思ってると思うんですよいつでもいい、ほらいつでもいいよ、会議の始まり、スカウト始まり、俺らは見てるけど、あのおじさんね、酔っ払うと立ち悪いんだよね、おじさん、ちょっとここ赤くなってきた黒いから酔っ払ってるのかよくわかんないんだよねほら、楽しそうやなって来てるわ、楽しい、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい、ほんまに次あれば来てほしい、ほんまにな、毎週やってな、毎週やってな、ほんまに、こっちはね、ちょっとね、肝臓が分かんないけどね、みゆさん頑張ってってコメント来てる、ありがとうございます、でも全然引けない、光る光る、やばい、設定6だから、うん、光るよ、光る光る、あのね、あっイメージが大事、当たらないと思ったら当たらないからね、はい、まあオカルトだけど当たりそうと思ったら当たるか、どこにジョッキあるんですか、ジョッキ、あ、これこれね、今どれくらいハマってるのかっていう質問あるんですけど、あのデータカウントは、え、これがうちのチームが飲んだやつですか、あ、結構すごいね、飲みすぎや、みんなウコン飲むときや飲みすぎや、あんたが当てたからだよ6、7、8、9、10、11、え、分からへんみたいな、カズの数選んで、カズの数選んで、戻ってもういいよ、分からへんからもういいよ、いいよ、分からへん、もう35、35、で、トムチームは？トムチームは34プラスアルファぐらいかな？
あ、5ぐらい離れてると5離れ、5離れ、なるほど。そして俺がこれを飲むと、あ、なんか、あれあれやりましょうね。でもね、でもね、現チームビッグ5回なんてトータル55杯ジョッキあるはず。あら、だ、そうそう、誰がゲンさんの数え間違いだろ。ゲンさん飲み足んないんじゃないですか。言うてるよ、ゲンさん飲み足んないんじゃないですか。これもちゃんと数えてる。ほら、こういう関係、普通の関係、関係は知らねえ。それはスタッフの管理よね。あれ数えてるって、数えてるって。しかもこれさっきのヨネちゃんだもん。それはわかんない。これもらってるから、後からカウントするわ。どうしたの、あかんもできない、静かに。どういうこと、銀ちゃんっていずれラバーズ J を超えてるよね、どういうこと。もうバカすぎてってことだな。言ってることがよくわかる。バカすぎて手に負えることじゃない。先が入って意味がわかんないのか。コメントしてくれた人詳しく。KWSK 詳しく、詳しく。すいません。あれ、なんかトムチームでなんか競技が始まってるぞ。何何、どうしました、なんかありましたか。なんかあったの、なんかね、ざわついてる。すいません、ミュウさん頑張って。トム、トム応援に行ったれよ、お前。でもな、ミュウちゃんの応援に行ったれよ、うん、リーダーだ。おー、これは、はい、なんもない。応援に行ったればいいじゃん。やばいよ、ダメだあいつ。栃木さんも頑張って。栃木さん、栃木さん、栃木さんじゃない、龍馬って呼んでください。ごめんごめん、龍馬くん頑張って。龍馬じゃないよ、みんな頑張ろう。なんて。おー、当たった。おーい、マジ、いっちゃいますよ。買いましょう。みえちゃん、ちょっとごめんけど、あ、トムチーム買いましょう。はい、すいませんけど、僕ね、ちょっとね、引き強そうな顔してるシンさんがいる。おっと、シンさん、トムチームが、ヨネちゃん、ごめんね。じゃあ、いっちゃえ。シンさん、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 ワクワクテカテカ、なんでそのチームの入ってるの、おかしい。あのワクワクして頑張ろう。裏切り者、裏切り者やで、ほらテカテカ戦闘。さあ、トムチーム、新たなる資格、シンさんです。まあ、シンさんっつってもね、どこそのライターの人じゃないのね。うん、どこから来られた方ですかね。これ知ってるよ、奈良県でしょ。なんだじゃん、もう変更したと思います。大阪じゃない、聞こえない。あの、汗かきする、入ってる。知らん。ジュジュジュえ、ジュジュ何、コーチチーム変更したと思います。あ、現チーム交代。えおかしいな、予定通りバケていたのにな、ちゃんと最終兵器いきますか。ちょっと待って、もう自分でこの最終兵器。ああこれで、このなりでレギュラー引くわけがないっす。まさか、まさか、そんなはずはない、そんなはずはない。ビッグサイズ、ビッグサイズ。あのね、ツッコミどころがいっぱい。お願いします。面白すぎる、ちょっと。あのね、まず、え、最終兵器なの。もう誰も打たないの。最終兵器ってことはっていうのと、いっぱいおるよね、っていうのと、あのトムチームにミュウちゃんお疲れっていうコメントが来てる。ミュウちゃんお疲れ様です。おー、すいません。宣言通りに
宣言通りレギュラー引いたね。でもね、あの現チームのあのリーダー使えねえなあれ。もうね、酔っ払ってる。酔っ払ってる。ね、バキでした。もう本当にバキ引くと思わなかったっすよ。レギュラーでこんなにもぎで上がれんの？しんさん聞こえる？聞こえるよ。しんさん、なっちゃんも応援してるって。頑張るよ。イエーイ、なっちゃんも応援してるから頑張って。おいよ、イエーイ、ありがとう。ビッグ飛行。そしたら私もおかわりもらうから。そう、画面越し、まあ、視聴者の皆さんはね、テンションやべえって今思う。コメントありましたけど、ここに来たらね、そうなっちゃう。そうなっちゃう。そうなっちゃう。ここみんなそうなっちゃう。それが次回来てほしい。今反対した。ワールドカップ並みの盛り上がり。いや、ほんまそう、ほんまそう。ね、あれ、なんで関西弁？ジュジュさん。なんでほんまそうって言うで。なに？なに？なに？うん。紹介される前に。おトムチームあれだけど、ゲームチームも行っちゃっていいよ。行っちゃ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 、チャンスなんでしょ。まだ分かんない、まだ分かんない。マジか。いいな、いいな。おお、あっちだ。なんで2人がすごい。あ、でもダブルか。そう、すごい。どっちもどっちも、こっちも割り上がって。ごめん、処理できねえ。とりあえず、とりあえず、とりあえずトムチームにビッグ、そしてゲンチームにマジかビッグ。マジかビッグ。外したと思ったらマジかビッグ。よかったね、今。すごい。今、現チームを打ってるのは誰さんでしたっけ？はい、すいません、総水と言います。総水さん。総水です。で、は、あ、総水さん、はい。外したと思ったよね。さっきは間違いなく外れてました。で、その後で名前入りしました。どれ？あれ、名前入りか。はい。よかった、結果。いや、それはそれでドラマチックです。すごい。いや、自分もびっくりしたんですね、それは。打ってる人。総帥さんは名前になってます。ああ、いや。宣言多分あれは入っとったの。とはいえ、とはいえ両者ビッグ。両者ビッグ。両者ビッグなんで。すごい。おそらくこのチームがビッグ4の化け2、現チームがビッグ6の化け1かな。おそらく。てんやわんやです。どうみんな、見てるみんな、期待っしょ。期待っしょ。次回あればいいね。ゲンダゲンダ、じいさん動画出演してる方々。わかんない。切れちゃった。流れるのも早かったし。次は忘年会。忘年会まで待ってねん。トムどこ行った？トムさんおるで。トムね、なんか風呂フラフラしてるわ。ビール飲んでフラフラしてるわ。ビール楽しんでるわ。あ、ケンさんほら、ドヤ顔、ほうやってドヤ顔、はい、どこにあるの、ドヤ顔。あ、そうだそうだ。さあ、トムチーム久々の乾杯。ケンさん、実はね、この裏でね、ケンさんがドヤ顔。あ、ケンさん、今がチャンス、今がチャンス。面白すぎる、本当に。なんなんこの人。ほんまに面白い。ほら、ゲンさんイケメンできたよ。分かってる、分かってるな。イケゲン、イケゲン、イケゲン、ゲンラッキー。おおお、トムチーム来たよ。いくら奈良県、シンさんが、シンさん顔で選ばれた、シンさんが。おお、なのでしょうか。おお、弾幕来た、弾幕来たよ、弾幕来た、来たー。さあ、これでトムチームのビッグ
5回目5回目かな、わかんねバルスまだ早い、バルスまだ早いよバルスって何、バルス弾幕まだ早い、時間じゃねえからまだね、今8時半だからまだ、あと1時間くらいあるわ源さん、源さんこっち来ちゃったから源さんチーム盛り下がってるよ。ああマジっすか。しょうがないなー。リーダーが盛り上げないと。いやウコン飲もうかな。飲んで。いやー今、トムチームのシンさん、はい、やりましたね。すごい。ねえすごいですねこれ。ねえ、うん、すごい。いい引き。ね、楽しいですわ、うん、なっちゃんも見てるよ、なっちゃんも見てる、あ、あざっす、うん、頑張りますよ。しんさん、でも打ちながらビール飲んでる、あ、ビール持ってないですね。あら、ああ持ってってあげて、しんさんのビール。たくさん、はい、選手交代をしたと思います。チームから今選手交代の希望が来ました。誰ゲンさん、それ接触じゃないですか。ゲンさん呼ばれてる。こんなおっさんについてくるのが、いや頑張ります。さあ、トムチームはこのままで OK かい？変わる、変える。変えましょう。シンさん、はい、シンさんありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、ここで最強のビッグの引き持ってる人行きますよ。あれ？あれ？ビッグといえば、うちうち。違うと思う。私ですか？行きましょう。行け！やれ！大丈夫？頼むぞ、頼むぞ。頼むぞ。頼んだよ。だって慎重にしてください。慎重。このコンビはまあないよ。ここまで負けるめっちゃ負ける。行きましょう。壁や壁や、巨人マジで頑張ってください。身長何センチ？ユダ。全体世界もしたい、みんなも来て。これは面白いわ、この企画本当に。うん、これ面白い、ほんま。毎週やりてるわこれ。毎週毎月やり、あーでも間に合わんか夏。間に合わんもんな。じゃあ夏の間毎週やりたい。今後も企画頼みます。できたらね、ねえ、したいよね。まあ、俺らもやりてえし、多分見てる人もやりてえと思うわ、これ多分ね。次私リーダーになるわ。そうかな。いけ誰もあれかね、応募してくれっかね。無理じゃねえかな。何かダメか。マイクの時に聞いてくれるんだからやれるかもしれないけど。ダメか。ダメか。ダメか。巨乳だしな。おい。こら。さあさあ、お父さん、今日はついてないから別にいいよ。いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た、もうほらいっぱい来たって。おっぱい来た、おっぱい。もういっぱい来た、おっぱい来た、おっぱい。さあ、ちなみに今原産チームを打ってるのは誰さんかな。ゆうです。みゆちゃん、あ、みゆさん。ゆうです。ゆうさん、ゆうさん、はい、どこから来られたの。福井県です。福井県、あ、はい、遠いね、九州。いや、北陸です。あ、ごめん。福井やろ。福井と間違っちゃって。飛行機
機？飛行機？飛行機って聞いてるよ。いや、車で来ました。マジで？すごいな、高速乗ったん？高速乗りましたね、はい。そら高速やろ、お前。下道では5位やろ。すごい。すごいな。うん。わざわざこんな遠くまで、はい、ありがたいね、ありがたい。ゲンに会いたくて。え、そら知らね。ゲンに会いたくて。そら知らね。トムだ。本当はトムチームが良かったのかもしれない。そんな泣きそうな顔しないで。そんな泣きそうな顔しないで。あー、いけんの。まだは、あ、あさあ、今ビッグを当てたトムチームを打ってるのは誰さんかな？シンタです。シンタさん、どちらから来られたの？名古屋です。名古屋、もしかして、あの最初に打ってたあの女性の方がゆいちゃん、あ、みゆ、あ、みゆちゃんと、あ、嫁です、あれ。いいないいな、嫁さんが当てれなかった分旦那さんが頑張る。すごい、何このチームプレー、美しい美しい。すごい。さあ、これでおそらく両チームともビッグが6回ずつだと思われ、おそらくね。だからあとは飲んだジョッキ数勝負。いいんですか、ゲンさん、こんなところでゆっくりしてて。結構腹いっぱいでね。もうトイレ行ってる。目も行っちゃってる。目行ってるの知ってるよ、もうみんな。ゲンチームが盛り下がってますよ。いいですね。落ち着いた方がいい。逆に一回落ちる方がいい。あ、冷静に。そう次誰行くん？まだまだ打ち始めたばっかり。やっぱりボスがいた方がいい。パチスロは熱くなったら負け。あら、いかんて、いかんて、いかんて、ゲンちゃん、ゲンちゃん、あたし引き弱いもん。ゲンちゃん、ゲンちゃん、ゲンちゃん、わかったわかったわかった、ゲンちゃん、わかった。じゃあゲンさんがリーチに引いたら、何やねん。早いけ、早いけ、マジで。マジで。皆さん、お待たせしました。巨乳の隠れ巨乳の銀ちゃんが現チーム、さっき変わったばっかなのに。かわいそう。めっちゃ早い。めっちゃかわいそうやん。めっちゃかわいそうやん。俺多分簡単だよ。え、どれくらい？ 30 件くらい？そのくらいで買って、しかも、あの、紹介何も来るのに。ごめんね。ごめんね、紹介できなくなっちゃった。ごめんね。あれ？あんね、このチームはだいぶいい感じですよ。どうか、いや、だからあとは飲む量やっぱりね、氷飲んだりとかいろいろ知らねえ。オーケー。トムが調査できそうや。調査できそう。でも私引き分けの知ってる。しっとりしてたよ。思いのほか。ごめんけど中だけいいカップしてるよ。今ね、あの、ま、黒い、うん、グレーのシャツだから分かるけど。初歩的なこと聞いてもいいの？僕ね、濡れてます。何を狙ったらいいんですか？僕ね、今濡れてます。何を狙ったらいいの？びちゃびちゃなんだから。何狙ったらいいの？お父さん。くそ。マイクべけ。くそ。違う。何を狙ったらいいの？何狙ったらいい？パイガが。なんか出てるね。パイガがひどくて出てるよね。適当でいい、オッケー。両チームのリーダーができて、目押しができない。え、やばいんじゃん、ちょっととんでもない資格を振り込んだ。やばいやばい。これさっき俺あの中リールに、中リールに赤七を冗談にやってください。冗談に。中押しってこと？酔っ払っててロレツがうまいこと回ってない。中リール、中リール冗談に赤七を狙ってください。オッケー、任せ。中リール冗談に赤七を狙ってください。これおっさんやん。中リール冗談に赤七を狙ってください。狙って、その後どうするんよ。見てる人ついてこれてる、このテンション。ちょっとお父さん、ちゃんと教えて。何回言うて。
わさわさしてるね。ゲインさん頼むわもう。いやでもまあいいですよ目押しなんて。適当になってきた。あ、ピタッと当たった。ゲインさん。ゲッチーム。あのおっさんずるい。盛り上がってる時だけ戻っていったの。いいか。あ、戻ってきた。私も私も飲みたいから。行くで。これこっちからでいい？お？あ、それあれブダイやわ。あ、そうな。あ、教えてよ。教えてよ。そのゲームもブダイ。いや、そのゲームもブダイ。大丈夫、大丈夫ですよ。レッドアイねーっていうか、そうそう、俺行ったろうかな。俺行ったろうかな。本気出しちゃう。本気出しちゃおうか。見てる皆さん、僕行った方がいいですか。コメント見ますからね。すごいな、私お金かかってないと。マジで、行ったのよ。そうなんですよ、お金かかってない。僕行きます。僕行きます。リーダーがよくからんわ。リーダーが自ら行くって。ちょっと見せます。リーダー自ら行くって。リーダーリーダーリーダーゴール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 行くで。交代しましょう。こっちも。もうね、ちょっとね、よくわかんないんだけど、多分両チームリンク6回ずつ。俺が行く？リンク7。現チームリンク7。トムチームが6。やっぱ強いわ。リンク回数が多くてもジョッキ開けてねえと負けちゃうからね。でもそろそろ俺っていう声もあるんですけども。ゲンさんいらん。ゲンさんいらんでしょここは。なあ、だって俺を見てるよ番組。ここはゲンさん行かせてください。誰が知らん。ストロング早く残り30分前らしいです。銀ちゃんの代わりに、銀ちゃんの代わりに行ったの。銀ちゃんの代わりに誰が来るの。いいよいいよいいよ。じゃあ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 はい、銀ちゃん変わった。銀ちゃん銀ちゃん最高最高最高よ最高よ。おい、ね、よくわからんわ。この席に座ると客観的になって、なんかすごいちょっとあれですよね、冷静になりますよね。もう見てる人はどんな感じなんですかね、これ ね、ほんまね。もうね、見てる人はど、あー、ありがとうございます。これね、7杯目か。いっぱいコメント来た。7杯目いっぱいコメント来てるよ。てれってねー。はよ、待って。
めっちゃうるさいやんけチームやべえ、いいじゃないですか、じゃなかったよ、うるさいイコール楽しいってことですよ、ね、これこっからはもう友田寿司のフリータイムですよ、フリータイム何、まあ、ですか、おっぱい揉んだりついに、ついにまた揉むの、またあのね、ごめんついに18キングが汁出たよ、さっき、あ、ごめん、俺振り打ちでいくから、いいよ、もういいですよ、そう、フリーで目押しできねえよ、目押しできねえよ、金子と同じこと言ってる、目押しできねえよ、これもう、まあ、銀ちゃんの場合は多分ガチですけどね、多分ね、まあ、なんかね、これなんかちょっとせこいんすよ、あのゴールデンナワーのチームで、あのなんかそっち組んで、まあ、それはしょうがないですよね、それだったらもう、徐々にせめてこっちにちょっと隠せないですもんね、乗ってきてよ、回せなくていいよ、回せなくていいから、ごめん、回せなくていいから、あの完全に、完全に一方通行の愛ですよ、これ。おい、ダイビロ、ダイ、もう、マスターって言ったトム、マスターって言ったトム、トム早くペカラセロって来てるよ、俺のためにはマスターっていいから、何この絵何この絵何これ、光らせて光らせて、これもしかして、あーうわー出た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 、これこれこれ、フリーズ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 、うわすごいすごい、わあ見てみろもう、よっしゃー、多分俺見てねえな、ていうか本当すごいっすよ、ね、確かに、これね、これでビール3杯分ぐらい食べないですか、あかんすか、ないないない、そんなリールですか、こんなルールない、これがスター性か、いやこれはスター性ですよ、確かに、いやースーパースター、スーパースター、うわー今のすごかったね、いやもうほんとね、僕ね見てなかったっすよ、でも勝手に揃うんやね、あれ、俺ね、ジュジュ見てたから、俺がなんか俺から見たらなんかえらい光り方ゆっくりしてんなーとか、俺ね、ごめんけどジュジュしか見てなかったんですよね、チェンジ、はいはいはい、あれ何、あの、言葉で伝えて、まあ、全然聞こえるから、何何、そろってからも、あー、これがスター性です、飲みます、あっていうか俺あの券もらってない、俺ビール飲めねえんだけど、ごめん、俺ビール飲めねえんだけど、とりあえず勝手に揃うというかあれですね、揃ってから回るか、あのね、あの演出です、あのリールも含まれたフリーズ演出、ホントね、やっぱりねビビりますよ、ホールで見たら、よし、じゃあ、剣欲しい、剣欲しい、剣欲しいです、俺の剣あったはずないけど、ジュジュさんもなんか可愛いかな、あのね、ごめん、剣はいらないですけど、剣だけはいいです、なんで、剣はいらないけど、剣はいる、なるほど、ジュジュさんも光ったから、まだ俺も出るぜ、え、全然、ジュジュさんも光ったぜ、すごいな、みんな、ほんま、俺が飲んだ分を、ゲンチームに加算する、もう俺正直苦しいっすよ、え、おい、バカ野郎バカ野郎、違う違う違う、もう、違う、あ、でも大丈夫、ベルなんで連チャンします、ベルなんで連チャンします、何のあれやんのスイカ来た、あのね、ベルなんで、ほんとね、あの、連チャンしますよ、リプレイだったら連チャンしないですよ、ちなみに一応バファローはあの子役で同時当選あると、そう、あります、なるほどね、スイカもチェリーもあります、そうなんですよ、だから一回もうバタフライランプが光っても実はそこでスイカが揃ってるとかそういうこともある、そういうことあります、ほんとね、やっぱりね、どこから
光るかっていうのは分からないです。分からないですね。それこそ楽しみ方です。で一応先告知が8分の7でなんかめっちゃ真剣に解説してるけどこれいらんかも。酔っ払ったんだよ、ね、上手言うな。もう 今さらいらんか。上手言うね。今さらいらんな。今さらいらんな。そろそろすいませんすいません。なんか解説したくなってよ。まあ、ねえ。火がついちゃった。解説魂。徐々に変わりましょう変わりましょう。変わる変わる。お疲れでした。俺が行く。俺が最後。最後行くわ。ビッグ当てさせるだけ当てさせといて買われて使い捨てか聞いてねえしね。ケンさん、あのおっさん結構疲れてんな。ええ年やからな。ちょっと待っとけよ。待っとけよちゃんと。いやー本当ね、天神宮って懐かしいよ。懐かしいわ。あれ何やったっけ。あのまあいいや、そらしい、ロコだっていいっしょ。もういいわ、俺結構好きやったな。ちょっと待って、俺のチーム、俺の応援足りないのかい。え、あのジュジュさん、ジュジュさん来て。トムさん応援してあげて。え、トムちゃんのノリが。あ、ありがとうございます。え、これも得点になるの。じゃあちょっとお茶飲んとこ。もう36歳になってる。あ、これ完全に僕人混みになってるか。こんなん飲み干されへん。でも逆にめっちゃあったかいって言ってた。気持ち悪いんだけど。誰が気持ち悪いってほんま。野菜よ。え、何が嫌って。野菜弦のぬくもりが嫌だっつって。ちょっと待てよお前。ビールもいっぱい。ビールもいっぱい。もういっぱい。何杯目でしたっけ。8、7、8、9。わかんない。そんな飲んでるの。飲んでるよもう。めっちゃ飲んでるやん。飲めよそんなもん。この短時間でこんなにビッグが上がるとは思う。確かに。トムこの後、ね、この後撤収作業あるんやろ。大丈夫。撤収作業ちょっとリアルな話になってきた。あのね、僕は大丈夫ですよ明日ね。大丈夫。明日も仕事あんのやろ。あります。大丈夫。ありがとう。おー、誰も乗ってこないです。すごい。誰も乗ってこないです。乗ってきてよ誰か。意外とあっちで盛り上がってるからね実はね。そうなんや。結構こっち売ってる方ほったらかしやから、ね、そうやね、そうやね。全然今ねどっちが何対何かは全然分かんなかった。俺ね、分からんことなくて今同点ですよね多分ね。同点と曰く7対8。おそらくトムが7でゲームの気持ち。あ、そうなん。分かんないです。え、トムが 7で分かんない人が大丈夫か。じゃあでも結局でもあのジョッキの勝ちだからね。じゃあこれねちょっとね ごめんね正直ね、ちょっとすごいさっきから思ったんですけど、僕のチームの応援がすごい声低いんですよ。ちょっとトムチーム、トムチーム、トムが僕のチーム応援の声が少ないって言ってる。そんなことないって言ってるけど。ないね。カズゲン
って聞こえるんですけど。いや俺聞こえない。本当俺ケンシ君聞こえないですよ。あいやめっちゃ低いよ。確かにね、トムチームちょっとソフトドリンク。いや、ソフトドリンク。いいよ、じゃあ、クーニカレ、クーニカレとかやっちゃっていいよ。なんでもいいっすよ。ガンダル、ガンダル、ガレル、ガンダ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 ル、ゲンさんにもらったやつだから。いいかい？いい、全然いい、全然いいよ。結構前半と後半で、あのチームメイトのテンションの差がちょっといや、もうちょっとね、僕のチームもうちょっとね、テンション上げましょうよ。上げましょう。本当にね、でもトムさんチームよりね、ゲンさんチームの方が私より年下が多いの。そうやね。いや、ただね、年ってなんて、年なんて数字だけやねん。数字だけ。そう、数字だけ。気持ちは若いから大丈夫です。もうね、そんなんね、年齢がいいわけにすんなよ。ねえ、なあ、なあ、銀ちゃん、なあ、銀ちゃん、そう、そうやね、気持ち、こら、そう、パパパーンってね、気持ちは若いから大丈夫よ。やっちゃった、やっちゃったね、やっちゃいましたね。大丈夫大丈夫大丈夫これダメダメ騙しよう。ゲンさん、ゲンさんやばいっすよ。ゲンさん何がコメントでバレてますよ。何が無言で回してるなってバレたバレたお父さん全然好きですか。おい、スイカ揃った。実は一番年齢的にちょっとストップかかってる。そう、電池切れ、ね、大丈夫。だって僕のね、ゲンさんの決めポーズ大好きなんですよ。だからゲンさんの決めポーズ いっちゃいましょう。ありがとうございます。とりあえずハイボールいただきました。イエーイイエーイ。放送時間あと51分らしいです。え、あと何分？15分。この後に15分、その後に及んで 7% 持ってきますか。15分だった。つまり実践時間も もう残り、あ、ごめん、実践時間15分、実践時間が残り15分。僕30、今年で30になりました。僕ね、29ですよ。僕29ですよ。29だったけどね。ハッピーバースデーとよー。僕ね、ツイッターでね、ハッピーバースデーとよー。うぜぇな、このおっさん。ハッピーバースデーディアジュージュー。ハッピーバースデーツーユー。これ知ってんねん。ハッピーバースデーツーユー。元気やけど、てっぺん越えたら急激に。あ、なるほどね。じゃあでもてっぺんまでまだ時間あるから。だね。お父さん大丈夫まだ。いやでも飲み始めた時間が早いから。あ、なるほどね。あ、すごーい。まだまだいくら言うたけど。え、何がすごいの？何がすごいの？全然。さあ、なんと、今このニコニコ生放送、はい、ジャンバリ夏祭り。ご覧いただいた方が来場者2万人を超えてます。あ、見てる方マジ、はい、バチバチありがとうございます。見てる方もコメント、あの弾幕ありがとう、本当にありがとう、ありがとうございます。これはね、ひょこそこ次またあるかもしれないね、うん、次あるかもしれない、嬉しい。バルスはいらねえ。バルスわかんねえけど。ちょっとこれあれじゃないですか、もうなんか違う。散歩のビールぐらいからお金もらった方がいいから。NG 出ました。NG 出ました。NG 出ました。ニコ2のカメラマンから NG 出ました。見てくれる人が多ければ多いほど、また次回があるチャンスも増えますよ。あるとね、僕も言うけど、ないとダメですよ。こんな仕事がね、本当にやりたい、やりたい、またやりたい。見てくれてる人が多いほど、ね、虫か、ごめん、ともごめん、虫か、ごめんごめんごめん、ごめんって出る、ごめんって、虫か、こんな仕事はね、ごめんけど、もう毎週やりましょう。ね、ねえ、ゲンさん、やりましょう、やりましょう、やりましょう。楽しすぎるね。いや、ほんとね、楽しいわ。楽しい、楽しい、僕ね、飲みきれない人が多いんだよ。楽しいね、イエーイ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 
のって来てますよ。次はこの人が来てほしいな。じゃあ、あ、そうや、そう、来てください。チャンスがあるからね、次回のチャンスが。いや、ほんまそうっすね、ほんまそうっすね。次回があるかも、ゆうてぇ。なんだ、ゆうてぇってなんだ。ゆうてぇって何よ。ピチャピチャじゃね。ちょっとね、僕ね、リーダーなんで、このチームの人は飲みきれないので飲んであげます。優しいでしょう。優しいリーダーでしょう。俺歌って俺の800ミリ出てねえよ。歌ってた、歌って、私も歌ったね。いいですか、ゲンさん、ゲンさん、ゲンさん、頑張れ。絵がつまんない、絵がつまんないって、ゲンさん、絵がつまんないって。ゲンさん、人ボケ、人ボケ、人ボケ、死ねって言われてるのもないだよ、ほんま。人ボケやりましょう。まあ、関西人としてはね、ひからさ、ひからさ、関西人って全国ネットで言ってたやんか、さっき。ひからしましょう。全世界ですよ、全世界。こういう時に限ってこうね、大阪人とか言われてもね、ほんまね。これね、僕ね、もうついに僕のオーバーライン来まして、英語しかできないっていうライン来ましたよ。え、英語しかできないライン来ましたよ。まあ、というわけでね、ほんまね。あー、チャンス、チャンス、チャンス。どうでもいい、どうでもいいんですけど、打ってる2人ね。Come on, let's give me a bonus. Come on! あ、ちょっとこういう時だけ外人かぶれやめてもらえる。Come on, please. I really need a big bonus. I really need a big bonus. Everyone on my table, they need a drink. ほんまに英語わからんけん、やめて。はい、今はね、日本語で OK って流れてるよ、多分。うん、日本語で OK。銀ちゃんの岡山弁当対決戦やっちゃう。え、ほらよ。え、銀ちゃん。銀ちゃん。トム、トム、じゃあ、はい、そんなことより早く当ててってことだよ。そんなことより早く当ててって。あ、早く当てて、はい、あかん、ゲンチームの盛り上がりがやべえ。当たらんな。ゲンチームの盛り上がりがやべえ。ゲンチームが盛り上がってる。どっちやねん、ゲンチームか銀チームか、俺もよくわからんすよ。当たらんなぁ。漏れた、漏れた、漏れた。ちゃうねん、ちょっと待って、ちょっと待って。まあ、年齢層的に、年齢層的にゲンチームが盛り上がってトムチームが静かな、まあええねんけど、肝心なリーダーのゲンが。あのね、ごめんけど、俺のチームはもうちょっと頑張ってよ。俺のチームもうちょっと頑張ってよ。頼むから。逆にトムチームはトム元気やから。じゃあ、あれいきますか。そう、それもあ、残り10分、それゲンさんの分。おー、トムチーム、さあ、実践時間が残り10分だそうです。トムチーム、トムチーム、ウェイ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 、おー、トムチーム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 、ウェイ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 と、え、俺だけ？あのね、もう俺だけ。終盤、もう、バン。あ、嫌だ、もう嫌だ、嫌だ。うそー、ふざけんなよ。お、あ、これもしかして？わかんよ、ビッグ、ビッグですか？わかれへん、それはわかれへん。やってて。中押しですが、おそらく後期ね、大量2でいうところの高決め。なんでこんな進んだYeah!
じゃあトムチーム、トムチーム、リーダー結構もう無理。トムチーム応援いきましょうよ。トムチーム応援いきましょうよ。じゃあトムチーム、トムチーム応援よろしく。俺もういいな、もうなんだ遅いわな。なあ、ちょっとね、リバー来たら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 来たボーナス終わっただけみたいな。あのね、ちょっとね、もう皆さんもね、勝手に勘違いしただけだけやんか。ウォートムチーム、トムチーム、トムチーム、っていうかさ、っていうかさ、ウェイ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 、終わりなんちゃうの。トムチーム、トムチーム、あと、あと何分？トムチーム、ウェイ。おい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 、やっと乗ってきた。おいトムチーム、やっとやっとやっとトムチーム、やっとやっと、はい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 、トムチーム、今がバルス、トムチーム、バルス、バルス、もうやっと今更ですけどね、やっと乗ってきた。両チームともまあ盛り上がるのはいいですけども、ちなみに残り5分なんで、イエーイ、結局ジョッキを開けた勝つが勝ちなんで、そう、ゆっくりね、でも決して無理に飲まないで、無理に飲まないで、大丈夫、ノンアル、ノンアル、ノンアル行こう、あれや、ノンアルなら行こう。ノアル、これあと何分？あと5分切ってます。5分だって言うだもん。あと5分？あと5分切ってます。ケンさんただの酔っ払いのおっさんやんってなってるよ。あと5分？俺もただの酔っ払いの外人になってるけど、めっちゃおしっこ行きたいけど。俺もね、すっごい俺ちびれそうな感じですよ。ケンさんおしっこ我慢して、我慢した方がいい？だからあのリーダー2人も、チューチュー、チューチュー、え、ちょっと待って、リーダー2人も時間ないから、チケットあるなら飲まないと。そう、あのね、トムチーム、これでいいから、コーラでいいから、コーラでいいって、トムチーム、コーラでいいって。ここはあの、なんつうの、飲める人は、なんつうの、残ってるジョッキとか飲んだ方がいいっすよ、逆に。コーラでいいから、コーラでいきましょう。コーラ、水でもいいから、何でもいいから、ハイボール飲んじゃえ。リーダーともがコーラでいいから。何でもいいから、コーラも、何でもいいから、何でもいいから、俺もコーラでいいから、コーラ、コーラ、俺もコーラでいいから。コーラでいいから、一気飲みしますよ、コーラだったらいいから。じゃあペットボトルでもいい？な？ペットボトルでもいい？いや、ダメです。ジョッキ、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 ジョッキ。さあ、ここで現チームが当てれたら、またこれちょっとね、スター性がちょっと垣間見るみたいなね。顔顔フリーズフリーズフリーズ、あ、そう、ズーフリ、ズーフリ、ズーフリ見てないよね、大量では見てないからね。ほら、チームメイトもフリーズ見たいなって、凍らせてくれよ。小泉京子みたいな感じやけど、だから大丈夫ですか。あ、ちなみに残り3分前です。やばい、実践時間残り3分前。みんな無理せずね、3分トイレかましたらいいよね。乾杯。ここで現チームが乾杯。まさかの現チームがコーラで乾杯。どういうことやねん、もう。いや、どういうことはあなたですよ。グラスを開けるって意味じゃない。なんで飲んでないんですか。もう無理っすよ、もう 7%のハイボールとか無理っすよ、ほんま。逆にリーダーが頑張らない、リーダーが頑張らないチームだって。来た、これ来た、これ来た、これ来たでしょ。
あれ？さあ、人でも人でも人でもワカメの次に当てる。あなんだよって言うなよ。さあ両チームリーダーにそれぞれコメントが来てます。トムは1ゲーム連かましたれ。なるほど。ゲンは飲めやゲン。ゲンは飲めやゲン。ゲン、ゆっくりよ。無理してゲンよ。無理しない。何かわいい。かわいい。かわいい。コーラなのでソフトドリンクなので OK です。 OK です。俺はだって俺見てみ、俺は頑張ったよ。俺ねここに座ってる時点で3杯飽きたよ。さあ、両チーム全員にお知らせです。もう残り時間1分切ってますが、飲み切ってる分だけが有効です。だけど無理はしないです、ね、今のビッグは俺あコーラもらったね。決して無理はしないでください。ソフトドリンクの一気飲みは結構来てるよ。おっとここで開けた。頑張るね。さあね、残り30秒前です。ね、やっぱりね、マホロ面白いもん。怖いけど、今更言うんですけど、やっぱりね、面白い。さあ、残り時間短いですよ。さあ、残り時間短いよ。さあ、5秒前、4、3、2、1、ゴー！先ほど両チームのそれぞれ開けたグラスの、ジョッキの数をそれぞれフリップに数を書いておりますが、まずは大量2チームゲンさんから見ていきましょう、はい、さあ果たして何杯のジョッキを1万ぐらいいってる 1万そんなに1万ぐらいいってんじゃん。何回当てていくの、はい、さあじゃあ私大量2チームの飲み干したジョッキの数はダーン75杯です。大量2チーム、ゲンさんの数は75杯。よっしゃ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 、なんでこっちに。はい、ということで、続いてコイコイマハロ30チーム、はい、トムチームの結果を見てみましょう、うん、はい、いいっすか、はい、5杯ぐらい。なんでやよお前と現チーム75いきます。怖いに対してキレるぐらいトムチームはあれじゃん、あー、81杯。まさかのマジだと、ということは勝ったのはコイコイマハロ30トムチーム。まさか、ね、いやもう最高。さあそして負けたゲンさん、
どうでしたか。マジで言うてんのこれ。言い訳は聞きますよ。マジで言ってんだ。言い訳聞こえ、言い訳。うわ、怖い。めっちゃ怖い。すごいブーイング。言い訳は言い訳、いやでも、ビッグ回数的にはどうやったんですか。ビッグ回数的にはおそらくまあ5分ぐらいでしょう。5分ぐらいってことは5分か同じか。ってことは、はい、チームが飲んだ数っすよ。違う、違う、違う、違う。いや、逆に聞きましょう。負けた現チームのユーザーの皆さん、敗因は何でしょう。聞いてください、聞いてください。イエーイイエーイって言いますか。イエーイ。これが噂の生土酒です。生土下座です。俺も酒飲んでてよくわかんない。リベンジがあればやりたいね。だから負けた原因はゲンさんだ、D だの、ゲンさん。確かに全然飲んでなかった。確かに、ミナの方が頑張って。確かに全然で、逆に勝ったトムチーム、コイコイマハロ。いや、これね、本当にチームの皆さんのおかげですよ。おぉ、やべえ、かっこいいぜ。好感度アップ。だって、いや、正直言うとね、みゆちゃんしっかりちょっとね、間開けたんですけど、当たってないですよ。そうやね。でもその後にすごい当たってた。あ、チームメイトがね。そう、それがやっぱチームプレー。おぉ、ですね、本当にチームのおかげで勝ちました。チーム一丸となって勝ったと。そういうことです。かっこいい、ドメザ、逆にかっこいい。ありがとうございます。チームのおかげです。そう、かっこよくて悔しいな。悔しいな、ほんま。さあ、まあ、というわけでユーザーの皆さんも早くからお時間取らせました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、こんなファン感謝祭がありましたら、視聴者の皆さんもぜひ参加していただきたいと思います。盛り上がってますかね、はい、それでは盛り上がってますが、はい、残念ではございますが、はい、それでは皆さん、さようなら。ありがとうございました。本当にありがとうございました。あ、じゃあ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。